こんばんはちょっとですね緊急事態が起きてしまいましたなんかなんかデバイスのデバイスのなんとかっていうのが出て。 何ですかね、これ。iPhone、あ、デバイスのモードを使用する。なんか、今日、縦動画じゃないですか。なんですけど、デバイスのなんちゃらっていうのが出てですね、えっと、横で配信ができなかったんですよね。どうしたらいいんだろう、これ。 えっと、すみません、今日はね、もともとそんなに長い時間やる予定じゃなくてですね、ちょっと、あの縦,縦になってるのは、なんか横で配信しようと思ったらですね、デバイスのなんちゃら戻してくださいみたいなのが出て、だめになった、なんか配信できなかったんですよね。で、慌ててスマホで見ています、見ていますが、スマホではい。 そうですね iPhone でスマホでライブを配信してるんですけどどうしたらいいんだろうこれこれが直んなかったらもうライブ配信できないかもしれないどうしたらいいんですかね全然解決方法がわからないまあいいやアベマやってるんですね今ねアベマ アベマはさっきまで見てたんですけども、YouTube のあれがあるんで、ちょっと閉じてしまいました。え、本当どうしようかな。はい。まあ、じゃあこれはちょっとまた今度直しておきます。とりあえずですね、えー、っと、今日は、えー、っと、まあ、京都大阪大会と、えー、っと、実は流行性核結膜炎というですね、 まあ、いわゆる流行り目と呼ばれるやつですね。この流行り目で、えっ、ー、と、欠場してしまいました。あの、非常に、このなんか感染力が強い、えぇ、ー、欠幕炎らしくてですね。あの、病院からは、あの、会社に出社も、えー、控えてくださいと、えー、いうふうに言われましてですね。えー、で、それが先週の話で、まあ、今日、えっと、病院に行ったら、えー、とりあえず、まあ、 あの、会社は出社しても大丈夫ですよというふうに、えー、言われたので、えー、なんとか復帰しました。はい。ご家族は大丈夫でしたかってね、そうですね。ご家族はほぼ私との接触を、えー、毎日避けているような状況なのであの、ご家族は全く問題ないかと思います。はい。というわけで、まあ今日ちょっと本当に、そんなに、まあ,あの一応、 安全確認って、安否確認といいますか、はい、無事でしたよというようなことをお伝えするぐらいかなと思っててか京都大阪大会もねちょっと行けてないしあの映像もユニバースで見れてないのでちょっとねどういうふうになってるのかも分かんなかったしなんかお話しすることもないなと思ったんですけどもえっ、ー、となんか今日発表されてましたけども10月9日、えー、新日本プロレス両国、えー、大会の第0試合に。 えー、増田丈志と角、えー、一馬が出場するこになりました。はい、まあなんで、えー、っとこ,のこの2人とかよく分かんないんですけど <laughs> 俺がそんなこと言っていいのか、はいまあ、でもあのやっぱ日々なんですかねどういうふうになったのか角、まあ、とかはね前にジュニアの祭典に。 あの出た経緯があるんでそういうのもあるのかなとちょっと思ったんですけどもちょっとこれは分かんないですねはいまあでもやっぱりねこれほんと感染力がめちゃくちゃ強いらしいんで本当あの何、ー、ていうんですかねもしなんかお近くにねそういう流行り目っていうんですけども流行り目にあのかかった だったが近くにいたりとかする場合は本当に気をつけた方がいいと思います。あの私もこれねどこから映されたのかわからないんですよね。ただまあちょっとそのプロレス自体はまああのいくらまあ会社では大丈夫とは言われてもプロレス自体はやっぱりコンタクトスポーツなのでもう1週間ぐらい様子見ようかなとはちょっと思っているんですけどもはいなんでまあ三場大会もちょっとあのまあ一応カード 発表されましたけども、私は一応入ってないので、えー、ということで、まあ、ご了承いただければなと思っております。はい、ああ、でも、そうっすよね、あ,あんま対戦って誰だか見てないんですけど、はい、矢野選手とかいたような、矢野選手と4代目タイガー・マスクさんと、えー、誰かったんだっけ、楊選手とかいたのを覚えてるんですけどね、なもう、今日も結構バタバタしてて、なんかあんまニュースも見れなかったんですけども。 はいまあ、増田とねは結構勇ましいこと言ってましたしミ、まあ、もミであのジュニアの祭典で、あのー、戦ったのかな組んだのかな分かんないですけどなんかそういうので思い出を言ってましたねはいまあでも本当に、あのー、ちょうどねあのー、あいまなりのね退社ですよねはいでもまあ何が変わったって別に特に何も変わらない 何も変わらないってことないですガンプラはね、あのー、今なりは所属ではいるのではいまあ前々からやっぱり何て言うんですかねうん彼みたいなやっぱクリエーター兼プロレスラーっていうのはまあどっかでやっぱりなんかこう会社っていうところの所属ではなくて個人でやった方がより良いねなんかこう。 動ききができるんじゃなないかなとやっぱ思ってた節もあってまあマッスル境もやっぱそうですよねやっぱりあのー、うんマッスル境も結構ねあのー、なんだろうまあリリィテックを得てねあのー、また今こうちょっと違う形でね、あのー、世には出てますけどもまあなんか今なりはすごくね、あのー、そういう意味では。 はい、12, 年12年間、やっぱ頑張ってくれたんで、はい、まあ、あのー、個人的にはすごく期待してるし、まああのー、別に何かそういう DDT からとか、サイバーファイトから,だから遠ざかるようなみたいなあれもなくて、またなんかあったら、多分ね、仕事お願いすることもあると思いますし、はい、頑張ってほしいなと思います、はい、期待してます。 そんな感じですかね、なんか今日本当にあのちゃんと生存確認が動画配信でできればよかったなと思ってるんで、そんなに長くやるつもりはありませんでしたので、はい、まあ、元気は元気です。はい、で、まあ、会社も今日からようやく復帰できたんで、まあ、徐々にペースを取り戻していきたいなと思ってますんで、えー、明日の新宿フェス大会も皆さんあの、ぜひご来場いただければなと思います。えー、よろしくお願いします。 でえっと、来週なんですけど、来週はですね、えー、っと、ちょっとね、だいぶいろいろ崩れてきたんで、はい、10日、来週の10日にできればなと思ってます。はい、10日ですね、はいえー、10日の22時ということで、来週お願いいたします。はい、10日の22時だ。 AW はねあの、見てないんですよね、見れてないんですよね、はい、まあ、見たかったですよね、うん、まあでもちょっと、AW は見てません、はい、フェロモンズ、は明日ラストです、はい、えー、東京女子ビッグマッチ明けですね、ということで、はい、そうですね、東京女子ビッグマッチ、そうですよね、10月この方は未来ベースもあるんですよね。 くしくも目の日。10月10日22時、くしくも目の日。本当そうですよね。皆さん本当に体調にはお気をつけてください。なんかこの流行り目って、なんか免疫とかね、なんか疲れてたりとかするとなりやすくなるらしくて、まさしくそんな感じだったのかなと思ってますんで。はい。と、まあそんなことですかね。はい。ちょっと今日は、あの、すいません。あんまり、もともと長くやる予定もなかったので。 これにてお開きとさせていただきます。じゃあ10月10日、えー、22時で、えー。まあこれ多分東京女子のビッグマッチとか、まあそうですね、ひょっとしたら、新日本プロレス両国大会も、どうしようかな。行った方がいいですかちょっとわかんないですけど。あ大吉さんありがとうございます。 200円のスパチャー、この200円で目を直します。ありがとうございます。行った方がいいですかね。行って、リポートでもしようかな。まあまあまあ、そんなことしたら怒られると思うんで、はいまあちょっと、あの10月、来週の予定は分かんないですけども、まあ、たま未来メッセは、あのちょっと見たいあの試合もありますし、えー、ちょっと一応現場に行ってみようかなと思います。はい 両国大会は、まあ、ちょっとなんか都合がつけばということで、はい、そんなわけで皆さん今週はどうもお疲れ様でした、はい、ではおやすみなさい。